西園寺君明は、鎌倉時代後期の苦行。今出川ウフとゴース。主に、伏見天皇から、花園天皇までの四帝に渡り使え、神は、十一位右大臣まで登る。父は、西園寺実犬。母は、加山の院子疑の娘。兄に、西園寺高校、弟に、今出川金末がいる。娘、西園寺園子は二条、道平の性質。 西恩寺家領、今出川殿を伝領したため、今出川と合した。昭和元年に助釈以降累進して、昭和三年参議となり、苦行に列する。昭和五年には、伏見天皇の中宮の、西恩寺昭子の中宮の圏内部に任じられる。永仁六年の天皇の上位まで務めた。同年に、圏大納言に転じる。徳寺二年には、皇太子。 富人親王の東宮圏大部となるも翌年の即位で辞職。延教三年には、右この枝将に任じられる。王朝元年には、右馬塚佐護官となるも、昭和元年には、任職を辞した。昭和四年三月二十一位。同年九月には、西恩寺家着であった兄、高校が父、実権に先立ち死去した。昭和五年には内大臣となる。さらに、 文法元年には、右大臣に任じられるも辞職。当時、後見には3歳の男子がいたが、死が定められておらず、また、弟、金末には、子がなかったため、行く末を案じた父、実験は、家督相続について、金末を後見の着手とし、実権を金末とすることを定めた。しかし、弟、金末には、着手、実員が生まれた一方を、 後見のこの実験は創生し、孫の府湯は南朝に仕えたため、今出川屋は弟健期の子孫に引き継がれることになった。元王3年2月8日、48歳で皇居。京国派の歌人として、新五線和歌集以下の直線和歌集に、計24種再録されているが、政治的才能には乏しかったとされ、 花園天皇新規文法元年3月26.27日上には、後見が、県飯字幕の大間書執筆を担当した際に、その作法がわからずに、娘婿の二条道平が、天皇の御前で衆都に教えているありさまに奇首である、花園天皇が憤慨したことが記されている。西音寺家は、未衆以来、しばしば、美和飛曲伝授の死を務めていることが、図書量相関。 伏見の宮学書修正一夜、ふ属くえ団に見えている。公安9年6月16日には、七日県が当時東宮であった、広人志しひと新能に、よ誠まことの秘曲伝授を行い、同月22日には献付したことが、ご不覚サ御記にあり、伏見院御記にも同様の記録がある。公見は、延響二年10月23日に、ご伏見院に、 要誠まみさおの秘曲伝授を行っている。前県、大納言金右大将であった、後県が11位に除せられた理由は、この秘曲伝授にあったと推察できる。昭和2年にも、ご府市民委員は、後県から秘曲を伝授されている。現行2年8月12日に、ご府市民委員は実権から伝授を受けるつもりであったが、実験が、初老気球の状態なので藤原高重から託木の、 電磁を受けることになったという記録もある。この直後の9月10日に実験は公表してしまうので、ある。ありがとうございます。